見て見て見て、あれアリ地獄がアリを捕食しとる。ほら、こんにちは、自然観察の鬼おーちゃんです。見てください、すり鉢状のくぼみがありますね。これはウスバカゲロウの幼虫の巣ですね。アリ地獄と呼ばれるものです。いわゆるアリ地獄ですね。ここはね、ここは東屋でして、雨が当たりませんのでね、それでウスバカゲロウの幼虫、アリ地獄の栄養場所になってますね。これアリ地獄、今日はね、アリ地獄の捕食行動を観察しましょう。こちらアリさんですね、アントです。これはこのね、黒山アリ、黒山アリというアントなんですけども、この黒山アリをアリ地獄に掘り込んで捕食行動を観察しましょう。さあ行け。おお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 お、捕まった捕まった捕まった、ああ捕まってない、まだ、あ逃げられた。さあ行け行け。おおおお、捕まっとる捕まっとる、捕まっとんのか、ちょっとわからんな。あ、捕まっとる、何かに拘束されとる、何かにね、噛みつかれて拘束されてます。何者かに、何者かに捕まっておりますね。抜け出せずにおります。うわー、でも姿が見えんな。捕食行動つってもさ、姿が。それではあの穴にしましょうか。あの穴に放り込みましょう。さあ行け。さあどうや。捕まっとるな、捕まっとるけど姿が、あ、でも砂の中に引きずり込まれていく。うわー、砂の中に引きずり込まれていく。でこれアリ引っ張ったらさ、アリ地獄出てこうへん。でこれアリ引っ張ったらさ、アリ地獄出てこうへん。おおお、ちょっと待って、ちょっと待って、捕食されとる、捕食されとる、捕食されとる。わあ、ちょっとアリ地獄の姿見れへんかな、アリ引っ張ったら。うわ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 、待て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 、うん、ほらほら、アリ地獄の姿がちょっと見えた。うわうわうわ、やばいやばいやばい、うわ、砂の中に引きずり込んでいく。やばやばい。アリ地獄恐ろしいわ、恐ろしい。あれ引きずり込んで中で吸い尽くすんやな。吸い尽くして吸い殻になったら周りにポイって捨てるんやよ。うわー、怖ー。アリに生まれやんでよかったわ。